ごきげんようなっしー。神川かおりんなっしー。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありましたなっしー。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思いますなっしー。それでは、早速行ってみましょうなっしー。質問1、iOS16 のパブリックベータ版をアップデートしようとすると、ストレージが足りませんと出てきましたなっしー。なので、MacBook でアップデートしようとしたら、iOS は最新ですと出てきて、アップデートできませんなったなっしー。どうしたらアップデートできるなしか、2022年7月13日、ということなんですが、実は、iOS16 ベータには、ディベロッパーベータバージョンとパブリックベータバージョンの2つがあります。なっしー、ディベロッパーベータバージョンについては、2022年6月にすでに出ていましたが、パブリックベータバージョンについては2022年7月16日に出たものと思われますなっしー。しかしパブリックベータユーザーである私にアップルから案内メールが来たのは7月18日だったなっしー。まあそれはいいとして、なので7月13日にインストールしたのはディベロッパーバージョンかと思うんですが、まあどうでもいいか。ということで、私にも案内メールが来たんですが、案内メール通りにやってもさっぱりインストールできないなっしー。たっちゃんこれで、で調べてみたんですが、 https ベタアップルコム sp やベタプログラム、どうやらパブリックベータユーザーでも登録を再度しないといけないようなっしー。ということで登録したらインストールできましたなっしー。よかったよかった。iOS16 の新機能にはどんなもんがあるのかということですが、現在公になっているのは下記のような機能なっしー。 https://www.iphone.d.jp ブログアクセサリー18736php。まあどれもあまり私は関心がないんですが、私が関心があるのはただ一つ、翻訳機能についてなんですが、少しは良くなっちょるんかいなっしーと思ったら、なんやら何も変わりはないようです。とほほ。ただ唯一今回私がスハレらしいと思ったのは、フィードバックアプリが日本語になりましたなっしー。パチパチパチなっしー。これは嬉しいなっしー。今までは英語で質問するのにとても煩雑で、何書いてあるのかさっぱりわからず、不具合があっても報告できなかったんですが、今回からはじっくり報告できそうなっしー。ストレスから解放されました。で、とにかくサファリでさっぱり翻訳がうまくできないので、この際アップルさんにグダグダ文句言おうかと思います。そもそもサファリ自体に不具合報告する場所がないのが問題ですなっしな。以上なっしー。